皆さんお疲れ様です。限界社畜日記のポン吉です。今日はようやくこの日がやってきました。私社畜をやっておりまして、皆様に前回質問募集をさせていただきました。社畜ならではの悩みだったりとか、僕自身ポン吉自身への質問というところで、ツイッター、インスタグラム、YouTube で質問を投げかけました。したらありがたいことにですね、皆さん、1000を超えるお便りが届きました。はい、このラジオですね、皆様に愛されて継続できているなと感じております。今回はその質問をですね、一つずつ一つですね、お便り、丹精込めて、握っていって、お便りを返していきたいと思います。はい、ではまず最初ツイッターから回答させていただきたいと思います。ペンネーム渡辺ひろさん、ズバリ今後の目標夢を教えてください。そうですね、今後の目標夢、長期的な夢で、まあ目標というところでは、もちろんこの社畜という今の会社の歯車、これをですね脱却して、僕はですね独立をしたいと思っております。はい、まあこんな社畜でできるのかよと思う方もいるかもしれないんですけども、まあそれなりにですね、スキルだったりとか、まあノウハウっていうのを自分なりには吸収しているつもりですので、これを元にですね、まあ自分でお金を稼げるような人になりたいと思っております。それでは続きまして、ペンネームみなこさんから、好きな食べ物は何ですか。もうね、めちゃくちゃオーソドックスなんですけども、あんまりなかった質問でした。好きな食べ物はまず、いくつかありまして、よく動画に出ております、お寿司ですね。やはり日本の文化、お寿司、そしてティラミスが好きでございます。ティラミスはあのコストコのめちゃくちゃでかいティラミス、あれは、なんなもう一人で一日で食べたこともあります。はい、そのせいで今、はい、健康診断に引っかかっている状況です。ペンネーム人参さん、今まで付き合った人の人数は。こちらですね、気になっていただいてありがとうございます。今まで付き合った人の人数、こちらはですね、ざっと5人になります。インスタグラムの質問をお答えしていきたいと思います。ペンネームブルーバードさん、ポンキスさんは人事異動はないのかな。でも部署が変わったらまた仕事大変になっちゃうかな。質問ありがとうございます、ブルーバードさん。こちらですね、人事異動はもちろんあります。あるんですけども、営業が人事異動するときって、まあ、結構会社さんによっては、まあ、営業をやっていて、営業の経験をもとに、まあ、いろんな部署への移動っていうのがベースになってくるケースも多いんですけども、うちはですね、営業で、まあ、ある程度、まあ、正直マンパワーでもあるので、一人抜けると、まあ、まずいんですね。なので、営業の人事異動はほぼないです。めちゃくちゃ希望を出して、もうやだ、もう営業やだ、事務がいいよとかね、人と関わりたくないから事務がいいとか言ってたら、もう泣きながら言ってたらわかんないですけど、基本は、部署ではね、営業うちはないですね。多分部署がね、変わったら、まあ確かに仕事また一から覚えると考えてるんで、なんかもう、正直、別の会社に行くような形のイメージですよね。大変だと思いますね。まあ、うちは、部署よりは基本営業はないです。では続きまして、ペンネーム、さっちゃんさん。最近、私仕事になりますが、髪型をイメチェンしようと思っておりまして。あ、素敵ですね、イメチェン。ポンキスさんは、女性の髪、長い方がお好みですか、短い方がお好みですか。はい、こちらの質問、お答えさせていただきます。個人的には、昔は、ショートが好きでした。昔。うん。まだ物心がついてない時は、ショートが好きだったんですけども、今はですね、どちらかというと個人的には、まあ、長所じゃねえや、あの、長ヘア、あの、長髪、あの、長いロングヘア、いわゆるロングヘアが、ちょっと好みになってきてますね。例えばね、僕、ちょっとアイドル好きなんですけども、アイドルの、なんか、いわゆる推しとかも、なんか長い髪の方が多いかなっていう印象ですね。今は、まあ、長い髪の方はどちらかというと好きになります。まあ、ただ本当にその人のね、顔の造形だったりとか、雰囲気によって髪型って、まあいろいろ似合う、ね、形があるので、本当にそこがもう似合ってたらね、一番もう全然、もう何でもいいんですけども。はい。僕はどちらかというと長い髪が好きということで、質問ありがとうございました。それでは続きまして、ペンネーム、ほう上野さん。
ポンキスさんはボクサー派、トランクス派。ありがとうございます。こちらもですね、昔はトランクスでした。もちろんですね、幼少期ですよね。幼少期はまずおむつを履いておりまして、で、おむつを卒業したのが、次ブリーフというものですよね。はい、ブリーフを履いてました。で、そこから、やはり小学生ぐらいからですかね、小学生のどっかあたりから、まあトランクスを履いてる友達とかを見かけて、なんかトランクスいいなと思って、トランクスになりました。で、高校生のね、後半ぐらいから僕はね、ボクサーに目覚めましたね。はい。ボクサー派になっております。そっからずっとボクサーです。ボクサー。うん。で言ったら、ね、いろいろ格闘技もあるじゃないですか。K1 とか、総合格闘技とか、ムエタイとか。その中で僕はもうボクシングみたいな。それでは、ペンネーム K さんからのお便りです。ご趣味は何ですか？ありがとうございます。僕の趣味はですね、まず一つがカメラになります。一眼レフカメラをですね、前これ動画出してるんですけども、60連勤あった時がありまして、その時にもう本当にストレスが溜まっていたのと、60連勤もしたら、その時ってまあ、お金もね、使わなかったんですよ。ってなるとお金がある程度ちょっと溜まったので、もうちょっといいや、高いの買ってやろう。あとなんだかんだなんか趣味もねえなと思って、一眼カメラをね、買いました。で、それを、最近は iPhone のね、カメラのレベルが高まってるので、ちょっとね、使うシーンが少ないんですけども、一応一眼レフでのカメラと、あとは、個人的にはですね、道の駅って皆さんご存知ですかね。高速道路とか、なんかそういうインター関係乗ってると、たまに休憩所のでっかいバージョンみたいな。いろいろお土産とかが売っていたりとか。そこの道の駅を巡るのが実は趣味だったりもします。はい。道の駅を、いろんなね、こう、県の特徴がそれぞれあって、で、道の駅って昔一手級でね、何個っつったかな。全国でね、いやー何個って400箇所かな、ちょっと全然覚えてない。ごめんなさい。まあ、そういう限られた数しかないんですけども、これをね、いつか制覇してみたいなと思ってます。はい。個人的に、おすすめだった道の駅は、まあもちろん東京にある、何でしたっけ、あれ、ホタルイカ、じゃなくて、ホタルイカじゃなくて、ホタル、海ホタルの、あれ、道の駅ってレベルじゃないんですけど、めちゃくちゃでかいんですよね。もはやショッピングモールあるみたいな感じの。もう良かったですし、岐阜だったと思うんですね。なんか、熊の毛皮が、売ってる道の駅があって、そこいろいろお土産とかあったりとか、なんか自然がね、周りにいっぱいあってめちゃくちゃ良かったんですよ。ごめんなさい、名前忘れちゃったんですけども、岐阜県の熊の毛皮が売ってる道の駅、おすすめです。はい。ケイさん、ありがとうございました。では、続きまして、YouTube のコメントを一つずつ、お便りね、読ませていただきたいと思います。では、まず最初に、ペンネーム、もとこさん。彼女が初めてできたのはいつですか？あと何年彼女いないんですか？また、会社を長く続けられる秘訣などを知りたいです。質問ありがとうございます。まず、彼女が初めてできたのはですね、ポン吉が中学生の頃でした。中学3年生ですかね。中学3年生に初めて彼女ができましたね。まあ、遅咲きなんですかね。どうなんでしょう。今の時代で言うと遅咲きなのかもしれないですね。じゃあ何年彼女、やべ、彼女関係だと、アレルギーが、あと何年彼女いないんですかというところなんですけども、これはですね、今、約2年、1年、ほぼ2年ですね。今2年彼女がいない状況になっています。はい。まあ2年いない、ね、2年以上いないなんてもう別にね、普通じゃないですか。で、会社を長く続けられる秘訣など知りたいですと。で、これに関しても、別にまあ長く続けれないなと思ったら別に長く続ける必要はないとは思うんですけども、まあ仮にも、まあそこでね、まあ自分が選んで、まあ、働こうと思ったものであれば、まあやっぱり目標ですよね。ここで何を得るかとか、例えば単純にここでもう営業でトップになって、で、まあトップになったら次のステップに踏もうとか、まあ一つその目標を決めるのがいいかなと思います。あまりにも大きすぎる目標だと難しいので、ちゃんと段階的に、一番、まあ身近な部分の目標から、
まあ、いわゆるその短期的目標、中期的目標で長期の目標、まあ、最終目ゴールですよね、を決めていければ、まあ、段階を踏んでいくと自分の成長もわかりますし、うん、まあ、そういったところで長期的に続けられるかなと。まあ、ただ本当にね、続けれない、ここは合わないと思ったら別に今やめてもいいと思います、今の時代は。続きまして、ペンネーム西川由美さん。はい、ありがとうございます。質問1、今までの恋愛事情の赤裸々があれば教えてください。2、彼女を作らない、興味ない、モテない。はい、まず今までの恋愛事情の赤裸々があればということなんですけども、まあ、今も若干そうなんですけども、こう彼女と例えばまあいろいろ遊ぶとか、まあ過ごすじゃないですか。でもあまりこう今まで僕、まあ例えば男友達とかとね、遊ぶとか、まあその付き合いに関しては彼女ができたからといってね、そっちをおごそかにしたくないんですよ。なのでたまにね、たまにか結構いるのかな、やっぱり恋人できるとそっちばかりになってね、まあもう付き合い悪くなったみたいな、それはいいと思うんですけども、僕はどっちかというとそれがないんですよ。変わらず両方うまくバランスを保つと。なので逆にそれをしすぎたがゆえに、一度ですね、僕がまあ学生の時に夏休み初めて地元にね、大学の時に戻ったんですよ。普段その学生の時ってあんま帰ってなかったんですけども、で結構ねもういいやと思って1ヶ月ぐらい帰ってた時に、ちょっとね本当に地元の友達と遊ぶのが楽しくて、で彼女とのね連絡は一応ちゃんとしましたよ、毎日なんですけども、やっぱ減ったりとか、うん、そういうのもあって振られました。しかもなんかね2年ぐらい付き合ってたんですけども、まさかのそれが原因でね、なんか東京に戻ったらもう彼女いないみたいな、なんか浦島太郎みたいな感覚でしたね。あれ1ヶ月前はなんか東京リア充してたのに戻ったらもうあれ、ひぎわになってるみたいな。で2つ目、彼女を作らない、まあ興味ない、モテないということで、まあ興味ないわけではないです。でまあモテない、モテそうなのにって、ありがとうございます。まあ、別にモテるわけでももちろんないですね。うん、モテるわけでもないと。でまあ彼女を作らないわけでもないんですけども、結構ですね、僕その例えば今って出会い系とかあるじゃないですか、出会い系アプリとか、出会い系アプリとかで知り合って付き合うっていうことに対してはちょっとね抵抗がありまして、まあ、古い考えなのかもしれないですね、ちょっと抵抗がありまして、まあそうなるとね、なかなかね出会いの場、さすがに取引先とかにはねねちょっとまず無理じゃないですか、リスクが大きいので、ってなるとまあちょっと狭いですよね。なんでまあタイミングがないですね、今は。できたら欲しい。でも今はいろいろまあ仕事、YouTube もやってるので、できてもちょっとね、寂しい思いをさせてしまうのかなという感覚になります。続きまして、ペンネーム MH さん。質問ありがとうございます。質問です。1、今の物件はどうやって見つけましたか？今そうに悩んでいて壁が厚い物件と、ボンキさんが言っていたので、よかったら聞きたいです。2、あと隣人のおさむさんとはあれから接触はありましたか？ 3、結婚願望はありますか？はい。ということで、まず一つ目ですね。今の物件はどうやって見つけたかなんですけども、これも動画でお話してるんですけども、僕自身も一人暮らしを始めてから引っ越しをですね、8回かなんかそのぐらいしてるんですね。なので、正直この引っ越しに関してのスキルはめちゃくちゃ、あると思ってます。まあ、ノウハウの蓄積というか。なので、大体、まあ、まず僕は、場所から決めますね。もちろん場所。で、場所に見合った時に次って、まあ、家賃相場で出るじゃないですか。まあ、家賃相場イコール場所なんですけども、まあ、もちろん中目黒とかだと、高い。ただ、まあ、めちゃくちゃ駅から遠くなれば、そりゃあれなんですけど、それでもやっぱり多分、バスと一緒で、1K だったら10万ちょいするとかじゃないですか、おそらくね。なので、まず、立地。から決めて、まあ、職場含めての立地ですよね。を決めて、で、その後に、まず、駅から何分っていうところを決めていきます。で、そこから、とにかく、僕自身はもうマンションタイプですね。まあ、アパートタイプだと多いのが、まあ、もちろん木造は、ま、東京今最近ないのかなとは思うんですけども、まあ、エリアにもよりますけど、木造はね、やっぱりね、もう壁はね、筒抜けですよね。木造は正直、やめた方がいいのかなと。思います。騒音に関しては。で、鉄骨と鉄筋があるんですけども、
一番いいのはやっぱ鉄筋なんですよね。で、ただ鉄骨も、どこだったかな、ダイワハウス、なんか積水なんとか、なんかね、一個どっかの建築、その会社さん、ハウスメーカーさんが作ってる、鉄骨はね、その鉄筋レベルのとこがあるんですよ。なんでそこの、どっか、ごめん、調べてください、そこで。鉄骨のところは、基本は鉄筋より下ですけども、一部は鉄筋レベルと。なんですけど、ベースは鉄筋でやっぱ選んだ方がいいので、僕は絶対鉄筋を見てます。はい。あとは、もちろん角部屋っていうところだったりを意識するとか、そんな感じかな。なんで基本僕のところはまあ確かに厚い、壁が厚いので、ぶっちゃけめっちゃ削ってっても全然ね、無理だと思う。たどり着かないと思うんですよね、隣に。そしてあと、2個目、隣人のおさむさんとあれか接触ありましたか？一回ですね、仕事に行くときに、聞こえてないな。あ、ちなみにおさむさんって何かってこれ知らない方いると思うんですけども、僕が、この iPhone で動画を一回撮った時に、それをちょっとパソコンにね、送る作業があって、エアドロップをしようと思ったら、てか、その隣の人出るなんて思わないじゃないですか。で、OSM っていう人出て、そこに一回送っちゃったんですよ。でね、受け取りやがったんですよ。めちゃくちゃ気まずくて、で、隣しかいないんですよね。反対いないんで。で、OSM って書いてあるんで、まあ、おそらくおさむしかないじゃないですか、名前。なんで、まあ、おさむって呼んでるんですけども、そのおさむさんとは、一回、エレベーター降りるときに、会いましたね。出てきたところで。でも、僕はね、喋らなかった、もちろん。無言で下向いて、うん、顔もね、あまり出さないようにしましたね。次、3、結婚願望はありますかと。あ、独身なのでよければ立候補したいです。ありがとうございます。嬉しいですね、これは。結婚願望はもちろんあります。僕はね、子供がものすごいね、好きなんですね。なので、将来は子供が欲しいとは思ってますので、もちろん結婚願望はありますので、ぜひ立候補、ありがとうございます。はい。ということで、質問ありがとうございました、MHさん。続きまして、ペンネーム、M さん。出身はどこですか？そして、仕事で一番嬉しかったことはありますかと。ありがとうございます。まずですね、出身、動画見てると、イントネーションが気になっていたと。で、これに関しては、めちゃくちゃね、まあ、お伝えしたいんですけども、仮にもですね、これ、この後質問あったんですけど、まあ、見バレするとですね、ちょっと、会社ややこしいことにもちろんなってしまうので、ある程度の東西南北でお伝えしたいと思います。はい。まず、西か東かで言うと、東に、私は、出身がございますので、次に、仕事で一番嬉しかったことはありますかと。昇格は、いいですね。昇格か。昇進。うん。まあ、いわゆるその役職がついていくっていうのは、まあ、嬉しかったですかね。うん。なんか、正直最初入社、まあ、新卒の頃なんで、別にそんなね、役職者なんてあまりイメージ湧かないんですよね。とりあえず、まあ、仕事をしてぐらいしかなかったんですけども、やっぱり段階的に役職っていうのがついてくると、大変ですよ。大変なんですけども、まあやっぱりその、まあキャリアっていう形にもなりますし、うん。まあ目に見えてその頑張りが、まあ成果として現れて、まあ認められたなっていう部分があるので、まあそこですかね。昇格昇進したというところになります。続きまして、ペンネームアクアマリンさん。はい。素直に好きなタイプは、今までに本気で結婚しようと思った女性はいましたか？はい。ポンキスさんから見て魅力的な女性はどんな感じの人ですかと。ありがとうございます。はい。まず好きなタイプに関しては、ですね、僕は好きなタイプは、なんか、正直、お前騙されるんじゃないかとか、ね、このタイプを言うと言われるんですけど、僕はね、ふわっとした、ふわふわ系が好きなんですよね。まあその清楚系みたいな感じですよね。うん、でもまあまあ、結構ね、知り合いとかに言われるんですけど、まあそういう系って、まあ、腹黒いよとか言われるんですけど、そんなもん知らん。そんなもん知らない。僕はふわふわしたなんかね。まあ、でもやっぱりニコニコしてる感じの子はいいですね。まあやっぱりエネルギーをもらえるというか、うん、自分もいて楽しいなっていうところがあるので、まあそういう感じの子が、個人的にはタイプなのかなとは思います。ただまあ本気で結婚しようとした女性はいましたかと。まあ、それもちろん、いました。はい。いましたが、まあ、結局、別れてきてるので、まあ、それは、まあ、そういう縁がなかったのかなとは思ってますね。
あとは、ポンキさんが見て魅力的な女性はどんな人かと。僕は、やっぱり、これはね、芯が強い人ですかね。うん。何か根底にちゃんと芯を持ってる人がいいですね。うん。僕はそうです。芯がも、ちゃんと強い人。続きまして、ペンネーム、渡辺博さん。まず、1、朝何時に起きていますか？就寝時間は？2、徹夜時間の最高記録は？ 3、ポンキスさんのスペックを教えてください。質問ありがとうございます。まず一つ目ですね。朝何時に起きていますか？こちらに関しては、まあその、出張とか、まあいろいろよりけりで変わるんですけども、基本遅くて6時、6時半前とかですかね。6時から6時半の間。僕は朝ガチで準備しようってなると、まあ、最短多分10分ちょいで準備できるんですよ。シャワーも含めてね。うん。なので、朝はあまりね、時間、まあ朝ごはん食べないんですよ。っていうのもあって、すぐ準備できるのもギリギリまでですね、寝ます。まあギリギリでもまあ6時半か6時ぐらいなんですけども、まあ、出張が多いのでマジで朝早いんですよね。っていうところ、就寝時間に関しては、まあその残業、今までは残業して帰ってきて、まあいろいろしてだと、まあ1時半とかだったんですけども、今は本当にその YouTube もしなきゃいけないっていうのもあって、2時半とかですかね。2時半とかに寝てます。はい。次、徹夜時間の最高記録は？徹夜、基本僕はですね、めちゃくちゃその残業あって次は朝早くても、寝るようには基本してるんですね。やっぱね、多分皆さん経験あると思うんですけど、本当にまあオールとかして、寝なかった次の日とかってなんかめちゃふわふわしたの、夢みたいな感じになりません？あ、なんか夢みたいな感覚。だからなんか何しても怖くないんですよ。なんなら車にぶつかりに行こうかって思うぐらいの感覚になるんですよね。これやばいかな。だから、あんまそういうのもね、弊害、このまんまそれでね、車にぶつかったら多分大変なことになるので、弊害が起きてしまうので、寝るようにはします。まあ、過去でただ一番最高記録というと、どうだろう。2日とかですかね。やばかったですけどね。なんでかは覚えてないです。仕事でマジで終わらさなきゃいけないのがいろいろあって、で、多分ね、プレッシャーとかもあって、寝れなかったとかですね、確か。不眠症までいかないですけど、それが、マックスですかね。徹夜時間とわかんないですけど、まあ、2日は寝なかったのがマックスで。でも、これ以上無理でした。もう寝落ちしました。はい。ポンキスさんのスペックを教えてください。スペックっていうところで言うとですね、資格、細かい資格、まあ、いろんな、すごくないです。ごめんなさい。前、トイックなんか950点とかほざいてましたけど、あれ、ね、動画で見てもらってくる冗談ですよ。そんな持ってないですけど、細かい資格で言うと、多分僕が、15ないぐらいは資格持ってるので、まあ、資格のところは、まあ、バッと埋めて、まあ、履歴書を出せるかなっていうところですかね。まあ、本当いろいろですね。いろんな分野の資格を持ってます。続きまして、ペンネーム、ともぴんさん。1、学生時代部活は何に入っていましたか？ともぴんさんは中学は吹奏楽部で、弓道部だったんですね、高校。弓道部はね、めちゃくちゃね、なんて言うんだろう、凛としたイメージがあって、いいですよね。で、弓道部やってる女性はなんか僕惹かれますね。いいな。2、趣味、特技は何ですか？はい、ありがとうございます。まず一つ目、学生時代は、私はバスケットボールをしておりました。はい。バスケですね。バスケをしてました。続きまして2、趣味、特技は何ですか？まあ、趣味はさっき言った内容にはなりますね。で、特技に関しては、まあ、ちょっとしたモノマネとか、一個だけじゃモノマネなんかしようかな。ジャイアンでいきますね。じゃあ、新しい方のジャイアンまで。3、2、1。おい、伸びた！野球しようぜ！続きまして、ペンネーム、タカパンさん。ありがとうございます。ポンキスさんは何フェチですか？これはですね、なんだかんだ動画で、ごめんなさいね、なんか、おっぱいとかね、本当に、小学生みたいな感じで、おっぱいおっぱいおっぱいって言ってるんですけども、もちろんそれは、僕はね、おっぱいは好き、でも、何フェチかって言われるとね、足ですね。続きまして、ペンネーム、ゴンベさん。ポケモンにね、カビゴンの進化前でゴンベって言いましたよね。かわいいやつ。ありがとうございます。質問。
もうこれ質問ではないのですが、ポンキさんおしゃれなので私服のルックブックみたいです。ありがとうございます。ルックブックってなんだっけ、あのあれかな、なんかあの服着てなんかこんなんやってアフレコしてなんかいうやつでしたっけ。わかりました、ありがとうございます。全然おしゃれではないんですが、あのルックブックちょっと動画でまたやってみたいと思います。あの一回覚えてね、ルックブックの流れ、うん、おしゃれなよくわかんないやつ僕あんま知らないので。え、続きまして、ペンネームポムハートさんから。1. ザ・社畜飯は何ですか？ 2. 頑張れる理由は何ですか？と質問ありがとうございます。まず社畜飯、ザ・社畜飯というところで、あの即席の焼きそばあるじゃないですか、袋のやつとか、あれをあのすぐバーっとあの茹でて炒めて、でめっちゃ切って、でお米とやってそば飯ですね。そして次、頑張れる理由は何ですか？と、あ、私は心が折れそうなので、と。そうですよね。いや、わかりますよ。僕も何度もね、もうむしろ折れてますね。折れてます。なんで一回折れるとね、もうね折れないっていう僕の考えがありまして、さっき言ったように目標とかを立てることですね。であとは、まあ多分皆さんいろいろ大切な人っているじゃないですか。家族、恋人、友達とか。まあそういった人に対して、例えば何かね、プレゼントとか、まああの、感謝の気持ちで何かね、あの、ご飯をおごるとか、こうね、人に対して何かを与えるみたいな、ものも一つベースで持っておけば、まあ自分だけじゃなくて、まあ人のためにも頑張れるというか。続きまして、ペンネーム、ひなぎくさんから。1. お仕事を配信考えずだったら何したいですか？ 2. 3サイズ何ですか？ 3. 好きだなと思うタイプは？質問ありがとうございます。まず一つですね、仕事配信を考えずだったら何をしたいですか？これはですね、めちゃくちゃね、僕ね、普段からね、仕事をしてるとき、マジで疲れてるときとか思うんですけど、本当に何もかも捨てて、ちょっと一時的に誰とも連絡を遮断して、まあ、もちろん恋人とかも、ね、作らずで、で、仕事ももうやめて、とかまあ仮にも YouTube もね、何もせずだったら、マジでどっか沖縄とか、なんかそういう地方のところで、もう静かに何も考えずに過ごしたいですね。うん。これ、マジで思う。もうなんか何もかも捨てて、とかね、人がいない場所に行きたいと、もうめっちゃ思うんですよね。次、3サイズは何ですか？ちょっとね、僕3サイズって多分測ったことないんですよ。まあおそらくですよ。おそらくわかんないですけど、80、50、100とか。次、3。ああ、好きだなと思うタイプは。ね、あれですね。例えばじゃあいろんな、こう、会があって、いろんな人たちがいるときに、まあ、めちゃくちゃこうみんなでね、こう喋ってたりするんですけど、そのときに、一歩ちょっと下がって、何かを、例えばね、なんか、ちょこっとドリンクをね、あの、誰かに頼んでおくとか、なんか皿をなんかね、変えてたり、なんか気遣いを一歩引いて目立たずできてる方を見ると、お、いいのーって思いますね。続きまして、ペンネームカプリコンさん。身長はどれくらいですか？血液型は何型ですか？星座は何座ですか？と。ありがとうございます。こちらに関しては、ちょっとあの、あまりにもね、狭まりすぎると特定、まあ、ないとは思うんですけど、知ってる人が見たら特定されるので、ちょっとね、広い範囲で言いますね。まず身長に関しては、176、7とかですかね、になります。で、血液型に関しては、結構ね、動画とかでも A 型ですかと言われるんですけども、A ではないです。で、B でもないです。これもう絞れるやん。で、星座は何座ですかと。どっちかというと、海の星座になりますね。続きまして、ペンネーム、宇太郎さん。生まれ変わったら男と女どちらになりたいですか？これなぁ。いや、これなぁ、これ思うんですよ。で、僕、いや、もし男だったら、まあ、男も楽しいんですよ、男。まあ、男でもいいなとは思うんですけど、まあ、仮にもじゃあ女だったら、マジでもうその美少女に生まれ変わって、もう無双したいですね。続きまして、ケンケンケンタさん。ありがとうございます。1、起きる時のコツや気合い入れる方法とかありますか？2. 帰宅をヘロヘロで夜に、お風呂入らず朝にお風呂入ることはありますか？と。質問ありがとうございます。ですね。まあ朝起きるときのコツ
はですね、僕昔はめちゃくちゃアラームで、なんか5分単位とかやってたんですよ。まあ、多分いらっしゃると思うんですけど、あれだとね、マジでね、なんかね、ずーっと5分とかだから、また次5分あるやとかって思って、なんか15個ぐらい5分を連続終わらせてて、しかも15個でなかったんですよね。しかも16個目なくて、そこから1時間とか、まあちょっと寝坊したこともあったんで、それをやめました。で、今は、もう30分区切りですね。1個目、例えば5時半で、スヌーズなしにしてます。で、2個目、例えば6時スヌーズありで、もうそれで起きてるようにしますね。あとはテレビを勝手につくようにします。6時にとか5時半とか、どっちだったかな？どっちかに勝手に電源をオンにするようにしていて、僕その部屋が狭いので、一つなんですよね。テレビとベッド同じなので。なんで、テレビの音も鳴るようにしてます。マジで60連勤とかしてた時は、スーツまではいかないですけど、シャツとか着て寝ちゃってましたね、一時期。もうそしたら着替えずに行けるし、みたいな。それほどやばかったですね。あと気合い入れる方法はもうビンタします、自分に。2、帰宅後ヘロヘロで、お風呂に入らなかったこと。夜に入らずに朝に入ったこと。これはですね、僕、ないんですね。絶対めちゃくちゃ疲れてたりとか、カリウムもじゃあめちゃ、ね、何か飲まされて酔ってた時でも絶対お風呂に入りますね。僕ね、そのまま寝たら気持ちいいんだろうなとか思うんですけど、なんかちょっとね、個人的にそれだとなんかね、ムズムズして寝れなくて、なんでも絶対夜入って、で、朝はシャワーを浴びるということをしております。続きまして、ペンネーム、なおちゃんさん。以前の動画でご実家が大家族的なことを匂わされていましたが、何人兄弟ですかと。ですね、以前ですね、多分、ボーナスで家族になんかいろいろ買ったよっていう動画を見ていただいたと思うんですけども、ありがとうございます。兄弟に関しては僕はもう二人兄弟です。二人兄弟。はい。で、まあ、下ですね。下に一人いるっていう形です。で、家族に関しては、兄弟は少ないんです。実はごめんなさい、兄弟は少ないんですよ。なんですけども、その親戚とかのなんか近い、年代が近い人とかいるじゃないですか。とか、あとはま、その、ね、ばあちゃんじいちゃん関係とか、まあ、そっちがちょっと多いんですよね。続きまして、ペンネーム、ニックンさん。1、社内恋愛は気になる人はいないんですか？ 2、仕事姿がいつもかっこいいですが、スーツは何着持っていますかと。ありがとうございます。まず一つ目、社内恋愛はというところで、ですね、社内恋愛は過去したことあります。前の会社で。ですが、今は現状ないですね。はい。やっぱりね、社内ロマンは、いろいろとちょっとね、面倒というか、多分楽しい、最初は楽しいかなと思うんですけど、後々ね、やっぱりその、ちょっと会社も仕事も、プライベートも全部一緒ってなると、ちょっとね、しんどかったですね。気になる人は今、いないです。続きまして、その2、仕事姿、いつもかっこいいですか？ありがとうございます。もう全然普通の、スーツですね。で、スーツ何着持っていますかということなんですけど、もともとはスーツ、僕そんな持ってないんですよ。4着持ってます。前は6着あったんですけど、この2着なんでっていうと、これ、ガチなんですけど、自分の、ポストというか、荷物を入れる宅配ボックスで、ちょうど高さが、身長ちょっとぐらいのところまでいろいろ宅配ボックスこうやって設置あるんですけど、一番下だったんですよ。で、その時スーツ着てて、一番下の、はいってやってしゃがんだら、ズボンビリって言ったんですよ。危ねえ、これ会社じゃなくてよかったとか思ったんですけど、その、ビリって破れて、ズボンを、縫う、ことを、まあ、クリーニングで、なんかね、ズボン破れて縫うとね、ちょっとね、こう、綺麗だったの、この、なんていうのかね、この、こうなるんですよ。こうだったのはこうなって、なんかちょっと違和感あるんですよ。だからもう、新しいその、同じズボン買いたいなと思ったんですけど、そのスーツって、上と下って同じこう、柄なんですけど、なかったんですよ、ズボンがもう、それ。ってなると、上下で違うじゃないですか。使えねえなと思って、まあ、上ももう使えないから捨てたんですけど、っていうのが2回ありました。なんで2着いなくなったっていう感じですね。続きまして、ブルーバードさん、質問ではないんですが、なんとなく心配で、
あ、先輩とはその後どうなりましたかですね。あ、前回のちょっと僕がね、もう仕事辞めたいということで、まあちょっといろいろごたごたが上司先輩とありまして、その後のことですね。こちらに関しては、まあ、先輩とは、今朝話しまして、まあ、なんていうんですかね、ここに関しては、別に、愚痴というか、やっぱりやり方の問題とかは気になってる部分があったので、まあこういう風になったらやっぱいいもんですよねとか、そういう話を、いい意味で改善要望という形でまあ言ってくれたらしいんですよね。っていうのが分かりました。なんでまあそこはもう問題なくて、まあ上司とはもうあれですね、割り切ってやってます。して、将来的に転職をして社畜を卒業できたら、この限界社畜日記は終わってしまいますか？という質問ですね。これね、すごい僕もね、たまに考えるんですよね。自分が社畜じゃなくなって、例えば、ね、まあ、社畜って何かっていうと、まあ、社会、会社の、まあ、歯車で、まあ、ひたすら働くっていう状況。プライベートもなく、まあ、あまり給料も見合ったものがないという、こう、イメージなんですね。これが、じゃあ、めちゃくちゃホワイトで、で、給料めちゃくちゃ上がってとかになったら、確かにそれはもう社畜じゃないなと思うんですけども、まあ、もしくはね、自分で何か仕事を一人でするとか、いやそうですね。そうするとまあ限界社畜日記はではないと思うんですけど、まあでもやっぱりどういった形でも何かしら皆さんに発信はしていきたいなと思ってますね。逆にね僕2社目もブラックなので、下手したら3社目もまたブラックになる可能性もあるので、今慎重に動いてるんですけども、終わる予定はないです。まあ自分がねこう生存していける中ではできたら発信していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。続きまして、ペンネームよししんさん。1、サイズは出てしまったな。あ、パンツの色や柄は。ありがとうございます。こちらに関しては、パンツの色に関してはもうバリエーションは様々取り揃えております。本当に、燃えたぎるようなレッドワイン、そして海に母なる海を彷彿とさせるようなブルーオーシャン、そして暗黒の世界を具現化しているようなブラックマジシャン、あとはですね、まるで自分が自然の中にいるような森ガールを彷彿とさせるようなグリーンウッド、様々な色のパンツは、私取り揃えておりまして販売しております。柄に関しては基本シンプルですね。たまにハートとかなんかいろんなね、ピンクのハートみたいな柄のパンツ履いてる友達とかもいるんですけど、僕はちょっと履けなかったな。2、真面目に年齢が同じくらいだと思うのですが、様々なケア、肌ケア、頭皮ケア、筋トレなどみんなに気をつけることがあれば知りたいです。ありがとうございます。まずですね、僕が前回動画で、日々の疲れをこういったグッズで癒していますということで、まあ結構美顔器だったりとか、まあ、マッサージグッズとか、本当に頭皮ケアで言うと、これ名前毎回忘れるね。リフトアップみたいな、スカルプリフトみたいな名前だったかな。とかで、EMS ですよね。電気で頭皮ケアできたりとか、筋肉にアプローチ、ね、顔にできたりっていうものも持ってますし、筋トレは、まあジムに通っていたりとか、していたりとか、まあ、自重も一時期アプリを使ってやってましたし、ここはね、結構ね、空き時間をなるべく見つけてやるようにはしてます。やべえね、年齢が同じぐらいだと思うのですかってあると思うんですけど、まあ、この年齢です。まあ、いわゆるアラサー付近の世代になると、本当にね、マジであれですよね、皆さん、急に衰えますよね。衰えるというか、その回復能力がめちゃくちゃなくなっていくっていうのを実感してます。これはね、20歳時とかね、そういうアラサーの方からマジで体力なくなるよって言われてて、泣いてなこのジジイとか思ってたんですよ。ごめんなさい高橋さん、ごめんなさい本当に言うことをね、ちゃんと真摯に受け止めて対策取っておくべきだなと思いました。まあでも今はね、遅くない、今からでもしっかりとケアをしていけば大丈夫というところでやってます。続きまして、ペンネーム青空の22さん。いつも見て元気をもらってます。ありがとうございます。質問ですが、この動画がもし職場の人にバレたらどうするんですか？退職します。続きまして、ペンネームあかりんさん。今日もお疲れ様です。ショート派ですか？ロング派ですか？あ、パスタの話です。あ、パスタかい。
そして時間とお金があったらしたいことは何ですか？パスタはロングです。ショートってあれですかね、なんかこんなあの芋虫、あ、ごめんなさい、芋虫って言うとあれですけど、芋虫みたいなやつ。僕はあのあれはちょっとパスタっていう感覚がなくて、ロングのあのよくあるやつが好きです。ただ時間とお金があったらしたいことは何ですか？まあ時間とお金、タイムイズマネーですもんね。もう両方ねあったらもう何でもできると思うんですけど、車を買って、車ね、車を買ってひたすらドライブをしたい。あのやっぱり社畜で、僕別にそのお金も持ってない社畜なので、例えばね、あのじゃあドライブしようってレンタカー借りるじゃないですか。でなおかつ高速も乗ると、結構まあ高速代もかかるじゃないですか。っていうのをまあやっぱり考えちゃうんですよ。じゃなくても何も気にせずね、もうなんかいい車乗って、車全然知らないですけど、僕フィットしか知らない車乗って、もうねいろんな高速乗って、もうねブイブイ言わしたいですね、フィットで。続きまして、ペンネームカオリンさん、私はもともと2人でしていた仕事をほぼ1人でこなしています。ワンオペの上、食事時間もままならず、からから心を壊し始めました。これはきついですね。誰かと話しても涙が勝手に出てきて止まらず、挙句上司に相談したらそんな人だと思わなかったと言われてしまい、本音を話すことができなくなりました。あー、なるほどですね。ポキさんは私よりも相当量の業務で気分が落ち込んだり病んだことはないのでしょうか、ということで。いや、まあ、ここに関しては別にもう僕もあの業務量っていうのは多いんですけども、多分今回のこのカオリンさん、別にその業務での量でね、あの大変さっていうのは測れるものではないので、多分ねカオリンさんのこのね内容を見るとめちゃくちゃ今大変な状況なのかなと思うので、本当にね無理はされないでほしいんですけども、気分が落ち込んだりとか病んだりことはまあもちろんありますね、あります、あります。ただ僕のあのベースとしては、今めちゃくちゃ仕事が、まあ、プライベートもこうね圧迫してる状況ではあるんですけども、仕事でさっき言ったように目標も立ててはいるんですけど、プライベートでもやっぱり楽しみは絶対確保してるんですよ。やっぱりここに関しては自分の好きなものとかを楽しむ、没頭できるものを作りたいというところがあれば、まあ、いいのかなとは思ってるんですけども、まあ、やっぱりねこれ、まあ、もちろん仕事量もですけど、この上司やばいですね。やっぱり仕事を辞める原因ってなんか一番ってやっぱ人間関係っていうじゃないですか。でこれは僕前回の動画でもめちゃくちゃね思った部分ではあるので、ここは難しいですよね。まあ、あまりにね難しければ本当転職っていうのも、一番はね本当に心を全て壊してね、自分がねもうそのまた立ち直れないというか、そこが一番ねあってはいけないことなので、まあ、やっぱり自分をまあ信じれるのも、まあ、いろいろね自分を守れるっていうのもやっぱりそれって一番は自分だけなので、一番カオリンさんがカオリンさんをね分かってるとは思うんですよ。なので本当にきつくなったらもうやめてしまってもいいと思います。なんだかんだなると思います、そこは。続きまして、ペンネームナイスガイさん、質問ありがとうございます。社会人生活の中で一番ピンチだった瞬間は何ですか、と。こちらはですね、一番ピンチだったところ、仕事でまあ、やらかしたというか、まあ、やっぱりそのクライアント先に行く上で、まあ、企業調査っていうのを行ったってありますね。なんかこれ、まあ、うちが、例えばね、こっちが提案する内容があったとして、であっちがなんか知らない感じだったんですよ。知らないから、ああじゃあ実はこうこうこうでみたいな、それに対してね、そのいうまあ一部のカテゴリーに関して説明をしていて、であっちが知らない感情を出してて、でどんどん説明していって、で最後にポンとなんか本を渡されたんですよ。したらそのカテゴリーでその、まあ、クライアントさんっていうのはなんか書籍を出してたんですよね。めちゃくちゃ詳しいスペシャリストだったんですよ。これはね、いやちょっともうそんな意地悪しないでよと思ったんですけど、これはマジで気まずかったですね。ご存知というか、もうもはやここの、すごい、わあすごいなっていう、もうマジでこのしか言えなかった。これは結構ねでかかったですね。だって契約なんなかったですもん。あとは、まあ、社会人になってからいろいろやっぱり会社の人とかと、まあ、お付き合いがあったりとかあるじゃないですか。で僕釣りってあんましたことなかったんですよ。
で、なおかつ、船で一回、そういう、まあね、会社関係の人たちと船で一回海に繰り出して釣りをしようってことになったんですよ。で、あれ知ってますかね？なんかライフセーバー、ライトセーバー、ライフセーバー、なんかあった時に膨らんでさ、受けるやつ。あれをつけろと言われて、で、その日雨降ってたんですよ。あいにくにも、雨。で、普通は、釣りの時ってなんか変なカッパ、ポンチョみたいなの着るらしいんですよね。カッパというかポンチョ。ポンチョって、ここの、カッパってレインコートって、こうやってボタンあるじゃないですか。そういうのがないパターンがポンチョなんですよ。で、一回着てしまうと上からこうやって脱ぐしかないんですよね。で、ポンチョの上に、そのライフジャケットだ、を着るんですけど、僕何を思ったか、ライフジャケット着てポンチョを着たんですよ。まあでも別に膨らます機会ないから、別にいいんじゃないですか。で、その時に、まあ、同期もいたんで、ベイマックスとか言って、ベイマックスみたいな、ね、ふざけてたんですよね。で、まさかね、それがね、その後、大きな事態を生むことには、ね、思ってもいなかったんですけど、途中でね、バーっと海行って、釣りをできるところになって、船長さんが、なんかね、ライフジャケットの説明し始めたんですよ。今頃なんでと思って。普通なんか出る前に説明してくれよと思ったんですけど、で、その時に、ライフジャケットの説明をね、船長さんがするもんだから、あ、なんかこれ、設定あんだなと思って、で、なんかね、紐を引いてくださいって言われたんですよ。で、あ、紐を引いて設定するんだと思って、そもそも設定ってなんだろうって思ったんですけど、で、紐引いたんですよ。多分引いてくださいって言ってたから。紐引いたら、膨らみ始めたんですよ、ライフジャケットが一気にボーンと。で、ライフジャケットはさっき言ったように、ポンチョが上にあるんですよ。で、だから、ここめっちゃ膨らむけど、ここがもう、すでにポンチョでね、限界度があるから、こんなんなって、マジ息吸えなくなるぐらいの圧迫感だったんですよ。やばいって僕言って、助けてってガチでね、声出して、やばかったんですよ。パニックになって。で、船長が上から、おい、お前今待ってろとか言って、大声出して、動くなとか言われて、今そんなやばい状況なんだと思って、じゃあ船長めっちゃ、本当に、顔5個分ぐらいの包丁じゃねえや、ハサミ持ってきたんですよ。何そのハサミと思って、クロックタワーの怪人やんと思って。で、その、ハサミで、僕のポンチョを八つ裂きにしていくんですよ。多分ね、魚切る用なのかな。で、そのポンチョを切るんですけど、動いてたら僕も切れるから、動くなよお前とか言われて、はいって思って、でも一気にってなってて、でポンチョおとなしくこうね頑張って切られて、でバンと広がってなんとか一命取り留めたんですけど、やばかったですよ。ガチのベイマックスになりましたからね。でポンチョ八つ裂きになるじゃないですか。でポンチョないんで、雨めっちゃ降ってるし、でポンチョないかビジョビジョになるし、で着いたらライフジャケットお金払わされました。確か1万円。続きましてペンネーム松田美希さん、質問ありがとうございます。スヌーピーのスウェットはどこで購入したんですか？こちらはですね、確か埼玉県にある越谷レイクタウンで買ったと思いますね。確か。ちょっとね、店名までは僕覚えてないんですけども、越谷レイクタウンっていう、越谷市、埼玉県越谷市にある、めちゃくちゃでかいショッピングモールがあるんですよ。アウトレットとかも入っていて、多分その越谷レイクタウンを全部店しっかり見てってなって、多分1日はかかるかなっていうレベルの大きさなんですね。そこで僕は買いましたね。続きましてペンネームサナさん、あ、過去一やらかしてもうたってことは何ですか？まあ、さっきのねベイマックス事件もそうなんですけども、まあその営業をしてた時ですよね。で営業者をまあ会社から支給されて、まあ、それを乗り回して営業していたんですけども、チョッキをすると、まあ、会社に車を置いて、で、そこから家に帰るという、まあ、流れがあるじゃないですか。で、じゃなくて、家にそのまま遅い時間とかだと、車持って帰って、で、次の朝、車で会社に出社も OK だったんですよ。で、これに関して、僕はですね、そのマンションの駐車場に停めていたんですね。で、ダメなんですよ、本当は。すぐ近くにパーキングエリアがあって、もちろんパーキングに停めて経費精算することもできたんですけども、
ちょっとね、めんどくさかって、もうこれほんとダメなんですけどね、勝手に駐車場使っちゃってたんですよ。本当にごめんなさい、これ。で、この駐車場って、まあ、もちろんね、契約してる方々のもんですよね。ただ一応、その、新しいマンションだったので、マンションの住人がそこまでいなかったんですよ。で、車の駐車場一応見てたんですよね。その毎日止めるわけじゃないんで、たまに一日夜だけ置かしてもらってたみたいなことがあって。で、その時に、ずっと空いてた駐車場があったんで、3回ぐらい止めさせてもらったんですかね。合計で。で、ある時、3回目ですよ。3回目の時に、朝、車でまた乗ってね、出社したんですけど、総務から直接電話があって、なんだろうと思って。したら、いや、実は、ポンキス君のね、車の件で警察から電話があったと。Oh my god. はい、って言って。で、実は、マンションに止めてたみたいな。で、その、もともとそこに止めてる人が、通報して、こっちにね、番号から連絡来たんだよと。で、とりあえずちょっとね、そこの駐車場を契約してる人が怒ってるから、もう直接電話してって言われて、うわ、マジかよと思って。まあでも、僕が悪いしな、そりゃもう、本当申し訳ないと思って。どうやら、春だったんですよ。いわゆる3月の中旬に1回、下旬に1回止めて、で、4月のどっか頭に1回止めたんですよ。で、多分4月から入居してた方が契約してたんですよ。で、まあもうね、そこの方がね、怒ってて、電話したら、あ、もしもし、すいません、これちょっと、同じマンションで通報を受けたものなんですけども、っていう風に電話したら、やばっすよ。ああ、おめえかよ、みたいな。おめえよ。これマジでよ、迷惑だからよ、つって。どう落とし前つけてくれんだよ、って言われて。ここの中で、終わった、と思って。これ、あっちの人だ、と思って。で、でもそんな人はあのマンション住めねえよな、とはちょっと冷静に思いながら、いや、本当に、申し訳なかったです。はい。これに関してはもう、はい。直接謝罪をさせてください。って言いましたね。おい、待ったよ。お前じゃあいつ来んだよ。いついつのいついつでお願いしますと。ああ、じゃあお前待ってるから来いよって。怖すぎるよママっていう感じになって。で、ちょっと総務にも相談したら、ああ、そういうことですか、と。まあ一般的には、菓子折りと、あっち、一回だけなんですけど、何でしたっけ。駐車場どっかのやつで、一回多分夜700円とか使ってたっていう話もあって。でもやっぱりこういう時って1万円ほど、謝罪で渡すもんでって言われて。マジで。菓子折りもそれは1万3000円。それは月の、僕が悪いから、でけえぞ1万3000円とか思いながら、1万円下ろして、ちゃんとやつ入れて、で、お菓子も買って、行こうとしたんですけど、まさかの同じフロアの人だったんですよね。いや、怖えよ、勘弁してよ、これ。見バレしたらマジで怖いよ、と思って。何を思ったか僕ですね。いや、これね、変にね、カモだと思われたらまずいから。やっぱ僕が悪いけど、変にその後もつつかれたらまずいんで、しっかりと謝罪して終わらせたいと思ったから、全部黒のスーツとか、黒のシャツで、髪ももう、オールバックとかにして、こっちもちょっとちょっと舐められないような感じって、もう目つきも、もうね、なんかグラサンじゃないようなメガネもかけて、それメガネだよね。行ったんすよ。ピンポーンって。ピンポンもね、ちょっとこっちもやっぱ尖ってるから、もうピンポンのピンポンが、ね、ピンポーンっていう感じでしたね。ピンポーンってなって。そしたらね、ガチャって出てきたらね、ヤクザとかではないんですけど、エグザイルの、ガテン系の人だったんですよね。しかもですよ。このそのマンション、いわゆるその、匂いとかなんかそういうのがつくから、基本タバコ吸うときベランダで吸えって言われてたのに、タバコ吸いながら来やがってさ、いや、それダメだぞと思って、もうこれダメだぞと思ったんですけど、で、お前かよ、みたいな感じで。で、僕は、もう一度、低い声で、はい。ガチなんですよ。ふざけてるように思われるんですけど、
本当だったら、はい、すいませんでした。今回このためって言うべきなんですけど、いや、これちょっと逆に動転して、はい、今回、迷惑をかけたもんですっていう、こっちもね、低い声で言ってやったんですよ。社長、おい、マジで迷惑だったんだよとか言われて、で、そちらに関して、こちらですね、お詫びの部分で持ってきましたっていう、マジでヤクザのなんかやりとりみたいな感じになっちゃって、どうかお許しいただけないでしょうかって言って、で、見て、まあ、貸しはあったんですね、っ金っすよね。で、1万円ピラッと見て、次から気をつけるよって言って、マジ迷惑だったぞって言われて、はい、重々承知しておりますって言って。で、閉じるじゃないですか。よかった、終わった。怖かった。って思って。で、その後、もしかするとね、その人覗いててさ、戻るところをね、見られてる可能性もあるから、で、そのエレベーターと逆方向行ったら同じフロアってバレるじゃないですか。まあ、僕はね、もうそんなに嫌だったから、わざわざね、エレベーターで1階まで降りましたもん。降りて階段で上がって、めちゃくちゃ低姿勢で奥にへーって言ってね、はい、チキンです。続きまして、ペンネーム坂下翔さんですかね。いつもありがとうございます。まあ、出身地とか経歴とかお聞きできればと思います。こちらに関しては、まあ、先ほどちょっと出身地は見割れということもありますので、まあ、おおよそ、まあ、東の人間ですよというところで、なおかつ田舎です、地方の出身になります。で、経歴に関してですね、まあ、その大学から東京に来ておりまして、でそこからも一人暮らしをずっとしております。で、前職に関してが、まあ、化粧品関係の、仕事、ベンチャーで働いておりまして、で、まあ、低給料ですよね、低賃金、なおかつ、まあ、残業も多いというところで、まあ、ブラックで、一時期大阪にいたりもしました。で、その後に、まあ、転職も含めて、で、また東京に戻って、で、東京で、はい、今またブラックですね、ダブルブラックという形で、まあ、アプリ関係とか、まあ、そういった関係の IT の営業をしているという流れになります。めちゃくちゃ端的なんですけども。で、なんで、引っ越しが8回ほどあったということで、結構ですね、住んだ県も多いですね。まあ、本当に千葉とか、埼玉、東京、あとは神奈川とか、大阪でも実は、何回か引っ越しやしているので、っていうのもありますし、出張でももう本当エリアいろいろ行くんですよね。北海道、東北、もちろんこの関東エリアもそうですし、北陸も行きますし、あとはその関西とか四国も行ってます。あとは一時的に九州とかもありましたし、めちゃくちゃですね、出張でいろんな県は行ってます。逆にその全国を全部行きたいなって思ってますね、今は。一部行けてないっていうところが、もちろん九州は全部行けてないのと、あと山口とかそっち方面、岡山とかはあるんですけど、山口、島根、鳥取とかはないかな。なんでちょっとそこら辺は行きたいなというところなんですけども、ちょっと話ずれてすみません。まあ、経歴といえば、まあ、こういった形になります。質問ありがとうございました。続きまして、ペンネーム、メグ S さん。質問ありがとうございます。ですね、本当に仕事忙しいのに動画大丈夫って思ってましたと。あ、ありがとうございます。あとは、胸、貧乳は好きですか？あ、質問ですね。ありがとうございます。まず、動画忙しい、そうっていうところで、まあ、仕事忙しいの動画大丈夫ということで、心配ありがとうございます。まあ、正直ね、やっぱり大変ですよね。大変なんですけども、まあ、こういった風に自分が YouTube で自身の、まあ、Vlog のような形で発信をしていって、やっぱり辛さとか、そういう日々の頑張りとかを、まあ、共有今できている形なんですよね。皆さんとこういった形で。っていうのが自分の糧になっているので、その、投資、まあ、いわゆるその、時間とか、まあ、労力とかの投資に対してのリターンは僕はもう全然大きいと思ってます。得るものが大きいと思ってます。なので、大変なんですけども、全然大丈夫です。あとは、胸は貧乳は好きですかということで、僕はですね、大きさは別に気にしていません。はい。大きさは気にしてないです。もう、だってね、おっぱいを語るってなると、そりゃもうこれね、多分ね、対策ですよ。インターステラーぐらいの長さになりますよ、映画。あと、ハリーポッターの一番長いぐらいも2時間50分とかになっちゃいますよ。長い映画ぐらい話しちゃうんですけど。
ぱりね、おっぱいはもうおっぱいとしてね、もうあるだけで素晴らしい。だからその存在していることにありがとうですね。で言ったらもうその努力、仕事頑張ってて成果は出てないとか、私なんてって思ってる人が、いや仕事頑張ってるだけで偉いんだよっていうのと同じです。おっぱいはあるだけで偉いんだよ、すごいんだよっていうことなんで、別に貧乳とか巨乳とか関係ないです。はい、続きましてペンネーム森のみんみんさん、ありがとうございます。転職先は何系で考えてるんですか？まあそうですね、最終的には話したように、まあ自分で何か仕事をしたいなと思ってるんですけども、転職先ですね、まあ、営業をやっていると、まあやっぱり営業職への転職が多いっていうのが、まあ、一般の流れかなと思ってます。ただ営業職もいろいろ派生していく、例えばコンサルティング業とか、まあ、いろんなそういった細かく見ていくとあるので、まあ、企画営業とかもありますし、まあ、逆に言えばそういう広報的な部分もいきますよね。なので、まあ、個人的には今、まあ、コンサル系も一つ視野には入れてはいるんですけども、まあ、業界にもよりますよね。業種というよりかは。なので、一応その営業に近い、職業で転職先は見てます。続きまして、ペンネームヒッピーさん。誕生日はいつですか？プレゼントお手紙送るときはどこに送ればいいですか？今欲しいものは何ですかと。ありがとうございます。誕生日に関しては、まあ、さっきのちょっと星座で伏せたんですけども、まあ、これ言ったらバレるな。まあ、夏なんですね、僕、夏。夏は嫌いなんですけども、夏生まれ。です。はい。で、プレゼントお手紙送る、これに関してはですね、僕はまあ、事務所とかもちろん入っていないので、そういうですね、まあ、別に全然プレゼントとかいらないですよ、皆さん。そんなね、お金もかかるんで。まあ、でもお手紙とかね、嬉しいかもしれないですけど、送る先はないんですよね、今。多分事務所所属してるとね、事務所とかできるんですけど、そういう直接受け取る場所がないので、ね、本当はね、そういうのを直接見たらめっちゃなんかやりがい感じるんですけどね。なんかね、そういう方法があればまた教えてください。あと今欲しいものはね、で、物欲がないという話をちょこちょこしてるんですけども、最近ちなみにちょっと出まして、Apple Watch が今欲しいです。やっぱり仕事してるとね、特に電車とか乗ってるじゃないですか。で、ポケットとかに携帯入れてるとね、満員電車とかでポケットでなんかブーってなって見れないんですよ、仕事のとか。だったらアップルウォッチでここで結構見れるっていうんで、アップルウォッチが今欲しいなって思ってますね。で、たまにね、こうやって癖あるんですよ、こうやって見る癖。でも腕時計もつけてないんでね、何も見て毛穴見てんのかなみたいになっちゃってるんですけど、これアップルウォッチがあればね、この動作も様になるじゃないですか、こうやって。続きまして、ペンネーム、登録1660人目標、プロスピチャンネル、北米さん。ありがとうございます。こちら、北米チャンネルの北米です。チャンネル登録者の増やし方をご教授いただければと思います。質問、ありがとうございます。でも、1660人に目標を立ててらっしゃるんですね。ここに関しては、チャンネル登録者の増やし方っていうのは、別に僕は、ごめんなさい、意識はしたことなくて、単純にまず発信していけばいいなっていうところで、まあ、皆様が登録してくださって、今、まあ、徐々にね、収益化もして、まあ、いろいろとこう、なってるんですけども、いや、登録者の増やし方、まあ、いろいろと最初、まあ、YouTube やるにあたって、まあ、もちろん、研究みたいなのはしました。まあ、本当にちょっと細かく言うと、あれですよね、まあ、その、レッドオーシャン、ブルーオーシャンって言うじゃないですか。いわゆるその、レッドオーシャンっていうところはもう、いわゆる YouTube で今、ゲーム実況とか、エンタメ系とか、まあ、そういった方々ってもう、人が多すぎるので、まあ、そこはもう、よっぽどの、知名度がない限りは難しいですよね。まあ、その、ブルーオーシャンというところが、まあ、あまり入っていない分野ですよね。で、僕のこの Vlog とか、まあ、社畜系に関しても、まあ、もちろん多分皆さん、他の方も見られてると思うんですよ。今僕の動画を見てくださってる方も、他の、やっぱり調べると、実は出てくるんですよ。アナリティクスっていうのがあって、そこに、視聴者さんが見ている他の動画とか、あとは、自分に多分近い、チャンネルを発信している方のチャンネル名とか出てくるんですよね。で、それ見ると結構やっぱいるんだなと思って、社畜系やってる人で、ここに関してもまあいるのでとは思うんですけど、まだそこまでガッツリね、エンタメとかにしたらまあ少ないのかなと。最近ちょっと増えてきてる印象ですけども、で、そういうね、カテゴリーを見て、まあ少なさを見るとか、まあ、チャンネル登録を増やすっていうところは、やっぱりまずファンの方をしっかりと獲得していく必要があるかなと思います。やっぱりその流行りのものが
流行りのものって一過性じゃないですか。で、一時的に爆発的に来ますけど、そこでファンを獲得できないと、やっぱり廃れてきますよね。だからその短期で見るといいんですけど、長期で見るとしっかりと見てくださる方を確保していけば、長期で、登録者も増えつつ、ずっとそこは継続していけるということなんで、僕は、登録いただいている方へのコメント返しはもうずっとですね、当初からさせていただいてますし、本当にその意見っていう部分も取り入れて、動画作成とかしてるので、そこを大事にしてますかね。見ていただいている方のつながりっていうところを大事にしていけば、おのずと登録者の方は、増えていくかなという印象になります。続きまして、ペンネーム、こうちゃんさん。学生時代、部活は何をしていましたか？そして最近買って良かったものは何ですかというところになります。さっき学生時代の部活ではバスケということでお答えをさせていただいた。続きまして、最近買って良かったものは何ですかというところで、最近買ったもの、これも動画で一回出してるんですけども、アイマッサージャーですね。そうですね。ということで、続きが最後の質問になります。最後はですね、ペンネーム、ドリンさん。はい。質問。ポンキスさんは一人暮らしされていますが、実家は遠いですか？どのくらいの頻度で帰省されていますかということになります。近くはないですね。近くはないです。例えば僕は今東京いますけど、別に実家埼玉とかではないので、遠いですね。で頻度で言うと、やっぱりお正月か、やっぱりお盆のその3日とか4日あって帰るぐらいですかね。本当だったらね、その地元の友達とかと会いたいんですけども、今帰るね、タイミングが少ないんですよね。はい。ちょっと初めてのこの動画の長さになったかと思います。質問皆さんありがとうございます。いろいろと。ね、ちょっと僕にこう興味を持っていただいているというところで、非常に嬉しく感じました。はい。で、今後もですね、こうやって皆様との交流っていうのは大事にしていきながら、Vlog を、はい。公開していきますので、皆様ぜひ最後まで僕のこの社畜、限界社畜日記を見届けていただければと思います。はい。では今回動画は皆様最後までご覧いただきありがとうございました。今後もですね、質問いただいた方本当にありがとうございます。で、今後もまた何かね、質問とかご要望いただければ、それに沿って動画を作っていきますので、今後ともごひいきに、よろしくお願いいたします。はい。ではまた次回の動画で会いましょう。